お疲れ様です。今日ですね、こちらの遅延スキラーやっていきます。というわけで、ナイト型ですね、ナイトベビー、墓石型、こちらのチャンピオン入ってない方が、なんとね、現在、世界一位、ウルーっていうんかわかんないけど、はい、この韓国プレイヤーがね、使ってるのでやっていこうと思います。で、まあ、俺はね、ですけど、ベビードラじゃなくてフェニックス派です。圧倒的に。はい。そしてナイトじゃなくスケキンですね。もうスケキンフェニックス。やっぱチャンピオンの力が欲しい。そしてフェニックスのあのカードパワーが個人的には超好きなんですけど、ずっとね、フェニックスあの、強化されたっけ?最初から強いっけ?あの最強時代からもフェニックス使ってる身からするとね、ベビドラだと物足りない気がするんですけど、まあ世界一位がね、この方を使ってるんで、黙って使いましょう。はい。ってことで、やっていこうかな。いや、まず、遅延スケラはね、まあ、ずっと強いね。まあ、フェニックスだったり、それこそ施設がまあたまに墓石じゃなくてゴボウリになったりとか、まあ、いろいろ変わりながらではあるけど、ほんとクラロワが今7年あるんで、まあ、6年ぐらい、6年半ぐらい、まあ、ずっと使われてるんじゃないかなっていう。まあ、スケラ出てからか。はい。もうずっと強いね。ずっと。なんか、いろんなやっぱね、こう、テンプレデッキって言われる、ペッカ工場とか 2.6 億とか、テスラクロスとか、まあいろいろあると思うんですけど、テンプレデッキね、昔からの。やっぱその中でも群を抜いて強いと思いますね。なんならみんなミラーまで見えてくる、これ。そう、やっぱそのテンプレ界の最強、やっぱ幅広く戦える、かつ大会とかでも使われるしみたいなイメージがあるけど、このアイスイズベビドラでね、制していきたい。で、今回の相手これ、お、マジで、マジミラーやん。お、俺の言ってたやつやん。スケキン。スケキンフェニックス型。さあ、俺の言ってた型 VS、この世界一が使ってたね。おい、遅延スケラミラーはめんどいな。いや、ベビドラ入れ。よし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 。さあ、ミラー対決なんで、まあ、この小さなダメージもね、でかくなってきますよね、と。困ったら棒ポイですけど、まあ、正直防衛ポイザンしたくないかな、ユニットで守りたいかな、スケラ対決は。よし。はい。で、スケラの受けにお互いね、後ろ墓石と。まあ、これはね、スケラをまあ、ある程度使ってるプレイヤーなら、基礎中の基礎かなと。うん。で、今回は、相手のフェニックスとベビーはね、どうなんだろうな。範囲が強いかな、ベビドラ。いやー、ポイズン散ってやれ。打っちゃおうかな。打つかつ下げて、この範囲で相手のフェニックスとかやっつけたいっていう贅沢プラン。うやばい、やっつけれてない。残ってるあいつ、やばい。ふざけんな。おい、ミリ残り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 すぎるやろ。さあ、でもこれは引きが美味しくて、このユニットでね、意外と止まっちゃうもんなんですよ、多分。いい、怖いね。もう一回置いとくか。スキル一得なんかな、これ。どうなんだろう。三人主体がしにくい。あんなに棒ポいらないって言ってね、絶対棒ポいらない場面だったんですけども、あのビビってる野郎がいます、ここに。はい、ちょっと押されてんで一回ね。あの下からね。マジ怖すぎる、このミラー対決。やばいっすね。まあスケラツーズ打っちまえばみたいな感出てるんで、今んとここれ打っちゃおうかな。え、なんかスケラの位置さ、独特すぎみたいな気もするけど、まあまあ逆にそれがね。よしよしよし。いや、あのアイスイズだけやりたい。あ、アイスイズやれないの、やばい。ちょっと泥仕合してる。いや、マジね、フェニックスが強えのよ、相手の。あれ。フェニックスはね、アイスイズベビーでとかしたいんですけどね。まあ、ないんで。トルネでね。いや、ベビドラでもちょっと強いっすね。このスケラの受けにもいいし。これこれ。はいはいはい、ポイズンも残るんで。さあ、ミラー対決勝てたらもう
そういうことですよね。そう、なんかスケラの脇が悪い。高めアイスイズデビドラでここを制していきたい。ここさえ制したらもう俺の勝ちよね。よいしょ、やばい、もうやだ、もうボーポイで逃げれる。正直さすがにスケラ打つさあ、でも攻め込み打っちゃって良さそうだな。負け筋ではあるが、これ17秒なんで耐えればもう下げてユニットでね、はい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 、で最後ポイズンで削って勝つか。これ取りやめろよお前、危ね。さあポイズン取るね、削り、はい、勝つ。ミラー対決どうなんすかね。まあでも戦った感じベビー型の方がちょっと強そうみたいな気はしましたね、まあ、ミラー対決だとね、スケキンがちょっと腐ってるのもあったしね。はい、ということでチャンピオンありよりなしの方が強いっていう、ちょっと珍しいですねチェーンスケラは。まあミラー対決だったらのね、はい、話ですけど、もちろんフェニックスの方がねラバに勝ちやすいとか、スケキンの方がまあ範囲攻撃があるんでね、ロイホグには戦いやすいだろうとかいろいろあると思うんですけども、まあ今回の相手はさあテンプレ界のね大子さん野郎 2.6 ホグだ多分ですけど、26っぽいっすね。お、これさ一発殴ってからじゃないとキングに据えないかな。なんかもう一マス安牌なところにすると墓石に行っちゃいそうだったんで、まあ、だから相手も飛ばしてきたんかなっていう思いのもと、さあ金起動に成功しました。でまあ 2.6 攻撃は本当に簡単に言うと守るだけなんです本当に簡単に言うとね、うん、守るだけでいいんですよ。いやめっちゃいいタイミングのホグ、いやうまい。スケで2発ベビードラをこうマスケット辞書出さずにね処理してくるこの感じですよね。あ、このスケルトン生かしたい。うん、さあというわけで、まあ、マスケには徹底ポイズンしたい。これ端前マスケ用具もある、うーですよね。なんかね当たり前みたいになってるっすよねこの攻め方。やだやばい、崩れてる、うん、やっぱトルネ持ちにはねホグライダーが通りにくいんですよ。だから今みたいにマスケを押すホグでなんか変なダメージ稼いでくるプレイヤーが多いですね。ずるい、せこい。まあトルネ持ちにはねやっぱそういうことしないと勝てないっていうやつですよね。ウッドかなんか早くそう、うーん、タルいらなそうな顔してましたね。もう無限にね、無限にきます。あのこれは5打ってきそう。いや運命うまい、スケラを打ちたいが全然打てない打った瞬間すげえくるんだねこれ、気付けなきゃ。これポイズン打ってからスケル打っちゃう、どどいやまあまあまあスケラはねちょっと入ればいい、ちょっと入ればいい、ちょっと入ってくれもうちょっと。さあこの高めアイスイズ超強いっすね。延命されんのかな、あー延命までしっかりね、うまいですね。あでもこれこれはね、もうこっちでいいよ。ああいや大砲強っ大砲強っ、大砲でほぼ完封されちゃうんですね。まあでもさすがこのマッチアップはね勝ちたい。いやそうなんですよね、今絶対ねその延命来ると思ったんだよな。相手のこの位置やめろ、うわ危ねー、
いやーこれまあこっからはもうスキャラ打ち得になるんで、いやすげえ、やばい、え、なんでこれで押されるん、え、マジで打ち得だと思う、いやもうスケラがね溢れるんですよスケラって溢れるんですよ、よしよしよし、いやさすがにね、さすがにですよこれはうわー湧いてもな、気持ちよくなってる、どんまい、それはね君は上手、君は上手だけど俺の方が強かったそんだけ君はお上手だったよね、 2.6 億でチェーンスケラーにここまで行きますから、おいしい37。まあ今みたいなんかね、ほんと遅延スケラの強みっすよね。守り堅いし、3倍タイムのスケラポイズン確定でダメージ入るし、みたいな。はい、なんでも守るだけでいいんですよね。おい、変なメガゴ来る。今日フェノファイナルフォームか。ロイジェホグっすね。なんかスパーキーホグロイジェみたいな、ヘンテコデッキプレイヤーですけど、怖いですね。スパーキーの受けが意外ときついっすね、このデッキ。フェニックスだとね、フェニックスに、スパーキーにフェニア合わせればいいだけなんですけど、これでなんかロイジェアホグとかいっぱい来ちゃうんで。でメガゴも一応強化されたやつもんね、ちょっと前。下げる。で、ホグが当たるっすね。まあ今日っすね、おーザップまで打ってくんだな、だいぶ強気。これねメガゴとババいたっけなババいた気がすんだけどな、いなかった気もするんすよね。ロイジェイ、ホグ、スパーキー、メガゴ。4枚でしょ？やなめ、ザップ。ベビドラの範囲でメガゴやれたら幸せ、うわー幸せだなこれ。まあスケラ打ちたいけどね、なんかベビドラをヤナアメで削ってくる感じが、あこれザップ、お、さすがに打って、え、めっちゃ美味しくない、ベビドラ、アイスイズもうちょっと頑張れば、いやー今ベビドラ残ったらねだいぶ幸せでしたけどね。さあちょっと痛い、いやでもベビドラも入ってるんで、お互い様か、やばすごいんだよなマジで相手のデッキ本当に理解しようとしたが負ける。絶対耐えたらいいことある。
ガゴムで送ったんか。耐えたらいいことある。耐えたらいいことある。いやーよく耐えたー。ババガゴムか。余ってましたね、カード枠。いかに耐えれるかゲーでしたね。うん。まあ、耐えて、確実なスキラで勝つの先行くと、やっぱね、スキラが刺さらないっていうことになってくるんですよね。スキラポイズンのダメージじゃ勝ちきれない領域来たら、まあ、スキラ打つタイミングだとか、まあ、ほんとチャンス、ワンチャンス、ツーチャンスを作っていくみたいなね、難しいとこに、なってくる。いやー小安けなぎなー。いやーこれきついんですよ皆さん。最近話題のねスキラですよね。いやでもなんかいいカウンターにゴブリンいるんですよ、相手。ゴブリンがね、いるんで、こいつめっちゃ低めで打って、やべえか。ナイスアイス。なんかいまいち、パトしなかったっす。はい、やばいです。いや、守れって言うのにね、攻めちゃうからダメなんですよ。まあでも、この相手にはね、ちょっと仕掛けてもいい気がする。真正面から戦うとねちょっときついんですよね。なんか小屋とゴブリンとみたいなスケラがね刺さりにくいっていう。さあこういうの延命してあげて、これゴブリン回んないんで撃っちゃいます。いやまあまあ、いやいい入ってくる入ってくる入ってくる。いいのか。ボスキー後ろでもよかったけど、まあ一旦守ろう。一旦守って耐えて、フェニックスもいる。いや防御してもスキル入るのね最強なんだよな。耐えます。何個ぐらいやれ。やべえ俺のアイスイズ無能だ。やべえ俺のアイスイズ無能だ。なんでアイスイズ、俺お前のことが大好きなのに、ずっと昔からお前を使ってるのに、なんてこと。いやマジで常に苦しい。俺がやべえ。いやーでも左サイドっすね俺さすがに。ゴブリン咲いてる。ちょっとちゃん、入る。いやーいい攻めをした。その声はずるいって、網出てるって。フェニックスの受けもあるんで、えっちょ、えこれどうなの。いや多いな、さすがに。
グッドゲームや。あ、一緒やんけ。これめっちゃきついです。マジできついです。勝ったことない。オートップは、親衛隊ロイフグかな。のトップオブトッププレイヤーっすね。ずっとそれ使ってる気がする。けど、アイスピ来たんで違うかもね。アイスピ？まあ、ホグ枯渇。最近の話題のデッキ何でもあるなぁ。あ、ディガっぽいか？迫撃ディガっぽい。あ、着衣ディガっぽい今あるわ。あ、着衣ディガっぽいだと、これまたね、だいぶ嫌なんですよね。もうちょっと、お、いや、俺の中では結構入った方っすね、ダメージ。あ、アチャクイディガっぽい。ポイズンもデリもあるんで、結構ダメージ通りにくいっす。さあ、耐えたい。ポイテリウッドっすね。いやー、これどうだろうな。ゴブリンもいるんで、スケラ打って、まあ、単純にゴブリンで守られたら 100% ポイズン打たないといけないんです。それは、まあ、攻め取るねのパターンもあるけど、だからスケラポイで打たないといけないんで、うん、序盤はね打つとやばいっすね。もうコストが足んねえってなって、相手のディガーにカツカツいかれちゃうんで、あんま打ちたくはないねこれ。あ、そうっすね。なんでもう、アチャクイ出してもらって、ポイズンで削る。これができると幸せなライン。うん。いや、これはいいっすね。やべ。なんで？いや、相手の方がサイド変えてくんだな。あ、これは、超チャンスで。まあ、デリーが落ちてこない。よし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 。このベビドラは最強なんで、いや、弱かった。マジ超きついですこれ。ワンチャンある。いやー、それめっちゃありがてえな。もうあっちゃけガン虫。いや、この位置のディガーならありがたいな。もう一個奥にタゲ変できないディガーの位置があるんですけど、多分今回の相手それを知らないっすね。普段親衛隊ロイフだから。いや、このベビドラちょっと強いぞ。ゴブ、ゴブに咲いてる。削りっすね。
やめて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 、なあ危ねえ。いや、まあ、多分ね、相手があのディガーの位置を知らないだけで、知ってたらもうディガー何十発も殴られてるんで負けてるっすね。多分これはきつい、めっちゃきついと思います。ラッキーした。さあ松本来たっすね。マザネク持たれてると嫌だね。マザネク持ってなかったらいいな。持ってそう。おー、ウォールブレイク、五分五分。ウォールブレイカーもあんま見ないっすよね。マジアチャか、まさかの。まあ相手のデッキわかんないんで無理はできないと思うんですけど、まあマジアチャ、ウォールブレイカー、ディガーみたいな感じかな。でゴブリン咲いてるんで、ちょっと打ち得なスキラな気がするんで打っちゃう。このやりゴブ強いんで、しばいて、いやはみ出てるし、ウッドがだいぶずれてはみ出てる。いやーこれ美味しいですね、このダメージ。この D が嫌だな。でも樽でプレッシャーも与えたいんで、よし。さあマジアチャでしたね。あ、またゴブリンされた。これ無限ループ入ってる、これ。え、それ終わったっすよ、これ相手普通に考えて。そうっすね、だってコストお互い一緒ぐらいでメタない状態だったのに、ゴブがあれ5コスとかの見え張ってましたね、あのゴブが。さあこれは諦めの取るね。うん、まあマイティがねスキャラ受けにはそんな強くないんで、それはありがたかったですね。バルキリーとかの方がきつくはなってたはずですが、ナイス。ビビドラ、まあナイトだとやっぱちょっとだけ回転早いんで扱いやすい部分があるかもしれない。高回転でアイスイーズ、ベビドラ、ナイト、タル、何でも回ってくるんで、チャンピオンないからこそのね低コストで組まれてるデッキの良さがあるかな。さあもうチェーンスクラーね、守ってればいいんです。攻撃コストが最大の防御が、いいえ違います、防御こそが最大の相手の精神破壊。守って、おお、なんなんだろう、攻めが通らないやないかいと。どうすれば攻めが通るんやと。相手にたくさん攻めさせて、コストを使わせ、それでも通らないから、相手はまたもっとコストを使って、焦って攻めて攻めて、攻めてきたところを。フルカウンター、ワンパンスケラ、グッドゲーム GG です。はい、いやーこれボーラスケラーかボーラバルーンなんですよ。インドラ系が出るんですよね、嫌なんですよね。まあバルーンかな、ダイナラ強よ、そんな止まんのまあでもこれは、お、美味しいランバが来た。え、お前嘘だろ、さすがに。いやでも、あーこれキング起動すればよかった、もったいな。打ちてー、いいんだろ、意外とスケラ受けないよな。これ単品スケラやばいかな。まあまあやめとくか、嘘だろマジでやばい、このアイスイズに絶対いらない。緊急動したい。アイスイズが邪魔してる。やめろ。よい。フリーズね。フリーズ。はい。まあ、さすがに、
これはもうグッドゲームでしかない気がする。キングギドできたんで、しかも現状ダメージも勝っているとなると、となるとですよ、まあ負け筋はライドラの、ライドラインドラ、みたいなところですけど、ナイトだからこそのね、この雑にトルネを使っても2周目が回ってくる高回転の良さ、まあでもなんかちょっと怖いな。まあ棒ポイしたいね、あれは。同歳だけで来てくれたらな、すごいありがたいんですけど、こんな感じでね、逆も攻めてくるっすね、相手。タルとかで攻めたいよ俺も。さすがにそれは、まあコストもあるんで耐えれると信じよう。うん、いやマジ残り1分20秒この陰キャで勝つ。いやそのキングいけるんだよ、あのこの馬場次第。さあそんなコースト使っちゃって、やっちゃってコースト足りなくなっちゃって大丈夫なんかよお兄さん。ランバー、まあ一個ボスで置いてベビー出して棒ポイも張っちゃう先に。あ、逆来るんか、そういう感じね。おしゃれに逆なんかで来ちゃったりして、マスケラ打ってアイスイズ最強と防石置いて、また棒ポイ張ろうかな。相手あんな後ろにライドラ出しても間に合わないって。はい、スケラ打ってタル転がして防石置いて引きこもっちゃったり、いもっちゃったりして、はい、ポイズンで削っちゃったりして、トルネでダメージ稼いでちゃったりして、バルーンはね、絶望ですよね、正直。チェーンスキャラ引いちゃうと。ナイト型だと特に。そう、まあ、ディガーとかあるとね、またディガー削りとかがあって変わってくると思うんですけど、そのバルーンはね、チェーンスキャラに届かないですね。ジジというわけで、こちらのチャンピオンなしね、遅延スキルを皆さんやってみてください。お疲れちゃんです。またね。